お知らせします。時刻は4時を回りました。クロス FM コンボマスター相越久のナビゲートでお送りしています。ではこの時間のヘッドラインニュースをお伝えします。まずはじめに、アメリカ南部のオクラホマ州で発生した巨大な竜巻の被害を受けて、オバマ大統領は連邦政府として救援活動を本格化させるため大規模災害宣言に署名しました。この竜巻で日本総領事館はオクラホマシティ近郊の住所に在留届を出している日本人の3世帯5人と連絡が取れていないことを明らかにしました。次に、安倍総理大臣は北朝鮮を訪問した飯島勲内閣官房参与と総理官邸で会談し、北朝鮮の要人との会談内容について報告を受けました。総理周辺によりますと、会談には菅官房長官が同席し、中断している政府間協議の行方など今後の対応を協議したとみられます。続いて、日本維新の会の橋本共同代表による従軍慰安婦をめぐる発言などを受けて、みんなの党は夏の参議院選挙での選挙協力を解消することを決めました。これは橋本共同代表が発言の撤回要請に応じる姿勢を見せなかったためで、みんなの党は日本維新の会側に譲るとしていた参議院選挙の千葉選挙区などに独自の候補を擁立する方向です。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価は昨日に比べて20円21銭高い15,381円2銭で取引を終えました。以上、ヘッドラインニュース、共同通信の協力でお送りしました。変わってウェザーインフォメーションです。まずは外境からお伝えします。九州北部地方は薄雲が広がっていますが、高気圧に覆われておおむね晴れとなっています。波の高さは九州西海上では 1.5メートル、対馬海峡と豊後水道では1メートル、福岡県の内海では 0.5 メートルでしょう。では予報です。福岡県内の今日は晴れでしょう。福岡地方の降水確率はこの後夕方から深夜0時にかけて 0% の予想です。現在、福岡県内に特に出されている警報や注意報関係はありません。変わって明日の空模様です。福岡地方の明日は晴れでしょう。降水確率は 0% から 10% の予想です。明日朝の予想最低気温は17度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。明後日木曜日は晴れでしょう。以上、この時間のウェザーインフォメーションをお伝えしました。4時3分を回っています。トラフィックインフォメーションです。日本道路交通情報センターから安本さんです。よろしくお願いします。はい、お伝えします。高速道路は九州道、大分道、長崎道と全線順調に流れています。福岡都市高速道路や北九州都市高速道路も流れはスムーズです。一般道路の渋滞状況です。北九州方面では小倉南区の県道25号線が沼緑町1丁目で文字インター方面向かう車の渋滞です。小倉北区の国道10号線は片野2丁目で両方向の渋滞です。福岡方面です。勝山町の県道35号線は門松で古賀方面からの車の渋滞、博多区の国道3号線は東港2丁目で大野城方面向かう下りの渋滞です。
また大野城市では国道3号線が三笠川4丁目で太宰方面からの上り線が渋滞しています。久留米方面です。国道3号線は高だらき付近で八女方面向かう車が渋滞しています。シートベルトを締めてこの後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターからお伝えしました。76.1 Fukuoka 82.5 Kinakyushu Love FM Stylish Life Email 761 at lovefm.co.jp Fax 092-715-7610 Please send us a message and your request. Stylish Life. Stylish Life.お楽しみに。Brought to you by 九電工。九州地方の高速道路の車の流れは順調です。九州道や長崎道、大分道など車の流れは順調です。福岡都市高速道路と北九州都市高速道路も順調に流れています。一般道路の状況です。飯塚市内の国道211号線は片島で飯塚駅方面からの車が渋滞しています。国道201号線は飯塚警察署前で田川方面へ向かう車の渋滞です。北九州方面、比較的交通量少なめですが、国道199号線は八幡西区折尾警察署前で宗像方面へ向かう車が渋滞しています。小倉北区の国道3号線は須夏で門司方面からの車の流れが悪くなっています。続いて福岡方面、佐原区の佐原街道は野毛で福岡市中心部へ向かう上り線の渋滞です。福岡市天神地区では渡辺通り4丁目を先頭に南行きの渋滞。博多区の国道3号線は東比叡で下り線が渋滞しています。また東区の国道3号線加子山道口で新宮方面からの車の渋滞です。加瀬谷町の県道35号線は門松で久山方面からの車が渋滞。県道607号線は加瀬谷町大木橋で笹栗方面へ向かう下り線の渋滞。上り線は二股市で混雑しています。次のトラフィックリポートは18時20分ごろお伝えします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターのさくらがお伝えしました。ソフトバンクホークスの内川です。僕は今九電工の CM に出演しています。太陽光発電と僕のバッティングには共通点があるという理論は正直強引だなと思われるかもしれませんが、その説明を始めると長くなるので一言だけ言わせてください。詳しくはウェブで。 JOFW ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転してください。トラフィックリポートです。この時間は選べる保険ショップ保険の110番の提供でお送りします。それでは道路交通情報センターさん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。高速道路は九州道、長崎道、大分道など順調に流れています。都市高速道路も福岡、北九州ともにスムーズに流れています。一般道路、北九州方面の渋滞状況です。門司区の国道199号線は代理本町3丁目で小倉方面に向かう下りの渋滞。県道71号線は代理との上で新門司インター方面に向かう車が渋滞しています。小倉南区の県道25号線は寺迫口で門司方面に向かう上りの渋滞です。福岡方面の状況です。東区の国道3号線は加子山道口で中心部に向かう下りの渋滞。県道607号線は二股瀬交差点で上り方向、反対の下り線は粕屋町扇橋で渋滞しています。
京区天神周辺の道路では渡辺通りが南北両方向の渋滞です。また城南線は役員大通りで博多駅方面からの車が渋滞中です。久留米方面の状況です。久留米市の国道3号線は刈原で上下両方向の渋滞、国道322号線は13部で久留米インター方面からの車が渋滞しています。なおこの13部交差点では交差する市道が競輪場方面からの車も混み合っています。さて高齢者の交通死亡事故が多くなっています。ドライバーの皆さん、お年寄りのそばを通るときには思いやりのある運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターからお伝えしました。保険200と時刻は2時40分を回っています。トラフィックリポートです。この時間はキンググループの提供でお伝えします。それでは道路交通情報センターさん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。高速道路、九州道や長崎道はいずれも順調に流れています。大分道も車の流れは上下線ともに順調ですが、下り線事故のため通りにくくなっています。大分道は下り線の天城インターと朝倉インターの間 15.5 キロポスト付近、乗用車の事故がありました。現場は追い越し車線が規制されています。渋滞はありませんが気をつけてお通りください。都市高速道路は福岡北九州ともに順調に流れています。一般道路の状況です。福岡方面、柏町の県道35号線は門松で上下線の渋滞、東区の県道607号線は二股瀬交差点で上下線ともに渋滞しています。中央区の七つ通りは長浜で西公園方面に向かう車の渋滞、渡辺通りや大正通りは南北両方向ともに渋滞しています。春日市の県道31号線は鈴北一丁目で両方向、特に上り線は断続的に1キロ渋滞しています。ところで今月に入り特にお年寄りの事故が増えています。横断中のお年寄りを見かけたらすぐに止まれる安全な速度で運転しましょう。以上、日本道路交通情報センターの佐藤がお伝えしました。さらに快適なアミューズメント空間へ、福岡市中央区長浜1丁目からお送りしている KBC ラジオパオーン、時刻は1時30分です。代わってはパチンコの玉や交通情報、面白いこといつもここからパチンコの玉屋がお送りします。日本道路交通情報センター福岡の佐藤さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路は九州道、大分道、長崎道など車の流れは順調です。都市高速道路も福岡北九州ともに順調に流れています。一般道路の状況です。福岡方面、東区の県道607号線は二股瀬を先頭に両方向の渋滞、特に福岡市内中心部に向かう上り線は断続的に1キロ渋滞しています。また交差する県道68号線は下碓井で締め町方面からの車が渋滞しています。国道202号線国体道路は博多区祇園町西で天神方面に向かう車の渋滞、中央区の渡辺通りや大正通り、特に南行きが渋滞しています。長南区の油山観光道路は堤で六本松方面からの車の渋滞、長南区と佐原区を通る佐原街道は脇山口で新井方面からの車が渋滞しています。筑後方面、久留米市の国道3号線は刈原交差点で上下線ともに渋滞しています。ところで今月に入り特にお年寄りの事故が増えています。ドライバーの皆さん、横断中のお年寄りを見かけたらすぐに止まれる安全な速度で運転しましょう。以上、日本道路交通情報センターからお伝えしました。ありがとうございました。ドライバーの皆さん、今日は PM2.5 の影響で運転も支障が出るかもしれません。どうぞお気をつけください。次の交通情報は2時半ごろお送りします。RKB 交通情報、パチンコスロットの P ゾーングループがお送りします。
交通情報センターは安本さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お伝えします。高速道路は九州道、大分道、長崎道と全線順調に流れています。なお大分方面の宇佐別府道路と肘バイパスが今夜工事のため通行止めになります。通行止めになるのは宇佐別府道路と肘バイパスの全線で、時間は今夜9時から明日の朝6時まで、今夜9時から明日の朝6時までの予定です。大分方面に向かわれる方はご注意ください。福岡都市高速道路や北九州都市高速道路は全線スムーズに流れています。一般道路の渋滞状況です。北九州方面では八幡西区の国道211号線が小峰付近で、馬場山方面からの車が渋滞しています。福岡方面です。東区の多々良交差点では流通センター通りや県道21号線など各方向の渋滞、県道607号線は二股瀬で市内中心部へ向かう上りの渋滞です。この時間市内中心部も渋滞が目立っていまして、七つ通りは築港本町で西行きの車が渋滞、国体道路は博多区の春吉橋で両方向の渋滞です。このほか春日市の県道31号線は鈴北1丁目で市内中心部へ向かう車が2キロ近い渋滞です。さてドライバーの皆さん、危険なところに車を止めていませんか？違法に車を止めると予想外の進路変更や人の飛び出しが発生して大変危険です。違法駐車はやめましょう。日本道路交通情報センターからお伝えしました。お送りしました。RKB 交通情報です。交通情報センターはさくらさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お伝えします。九州地方の高速道路の車の流れは順調です。九州道や長崎道、大分道など車の流れは順調です。福岡都市高速道路と北九州都市高速道路もどちらも車の流れは順調です。北九州方面の小倉北区の県道63号線は貴船橋東で、小倉城方面からの車が渋滞しています。八幡西区の国道200号線は西の上で、馬場山方面へ向かう車の流れが悪くなっています。飯塚市の国道201号線は新飯塚駅入り口で、焼き山方面からの車の渋滞、行橋市の国道201号線は行事交差点で田川方面からの車が渋滞しています。続いて福岡方面、中央区天神地区では渡辺通りと大正通り両方向渋滞しています。清見通りは南区住吉中学校前で空港方面へ向かう車の渋滞、博多区の国道3号線は東港2丁目で下り線が渋滞しています。大野城市の県道31号線は鈴北1丁目で上り線の渋滞です。どうぞ安全運転をお続けください。道路交通情報センターからお伝えしました。 RKB 交通情報でした。時刻は20分ありました。グリーンレープの立山律子さんに代わって、ここから夕方5時まではクロス FM コンボマスター。こんにちは、ナビゲーターの相越久恵です。私相越がクロス FM ベイサイドプレイス博多スタジオからお届けする生放送3時間、今日も最後までよろしくお付き合いください。さあ、この番組コンボマスターですが、オープニングは日本の、そして世界の話題をピックアップするメガコンボというコーナーから番組スタートしてます。今日はどんなニュースが届いてるんでしょうか。メガコンボ。ラジオの前のあなたは、評価するのは好きですか？評価、うん、例えばレストランを訪れた時に、もしくはショップで何かを買った時に、もしくはネットショッピングの際に、もしくはホテルに泊まった時、
まあ、ネットの普及とともにいろんなシーンの口コミを目にします。初めて使うお店などの時にはね、参考になさるという方も少なくないことでしょう。地下鉄祇園駅上、パチンコスロット祇園11は3番出口が便利です。まもなく1時です。お知らせします。九州北部地方は薄雲が広がっていますが、高気圧に覆われおおむね晴れとなっています。今日の九州北部地方は初めは薄雲が広がりますが、高気圧に覆われおおむね晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。波の高さは千島海峡では今日明日ともに1メートル、九州西海上では今日は 1.5メートル、明日は1メートル、そして豊後水道では今日明日ともに1メートルの見込みです。福岡県内今日の降水確率です。各地とも1日を通して 0% から 10% となっています。おしまいに週間予報です。九州北部地方、明日から向こう1週間は曇り空の日が多く、一時雨の降る日もあるでしょう。日中の気温は前半は平年より高めですが、後半は平年並みでしょう。まず明日水曜日は晴れでしょう。あさって木曜、そして24日金曜は晴れ時々曇り、25、26、今週末は曇り時々晴れ、27日月曜は曇り、28日来週火曜は曇り一時雨となっています。現在福岡県内に警報注意報は発表されていません。ウェザーインフォメーションでした。クロス FM グリーンライフ。小倉駅前コレットアイム10階クロス FM 悠々ホームスタジオからお届けしているグリーンライフ、時刻は1時1分です。ここでお知らせです。パチンコパチスロ店 P ゾーンでおなじみのパラ